どうも宮迫です。さあというわけで宮迫ですチャンネル初登場、まさかこの方が来てくれるとは、キムタクさんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰っすね。ですね。ですよね。はい、ですね。スマスマ以来かな。そうですね。なかなかこういう機会がいただけなかったので、はいはいはい、嬉しいなと思って。いや、ほんまに。ちょっと太った。だいぶ食べ過ぎちゃいました。そうよね、はい。ちょっと離れていってるよね。いや、もうだいぶ僕の方が年齢下なんですけど、はいはい、おいぬって。堀です。どうぞよろしく。堀くんです。お願いします。お願いします。お願いします。すいません。いや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 、まあまあまあ、もう代表作というかね、はい、キムタクさんがそうですけども、久しぶりよね。ちょっとだいぶ僕の今そのまず呼ばれたのもびっくりしたんですけど、はい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 、あれいつだったかなと思って、多分アメトーク、そうやね、最後が僕アメトークだった気がして、卒業特集みたいな、中学高校でまだ EXIT が出始めとか、宮下草薙が始めで、僕が中学行けてない芸人、そうそうそう、それですね。それでなんか武田さんでなんかやるみたいな、あれが多分、いや、ちゃんと仕事した最後かも。だいぶ前せやねん。もともとそんなガッツリってなかったもんね。そうですね。なんかいっぱいいてる中で一緒にみたいなとか、まあアメトークさんとかも呼ばれたりとか、なんかまあ特番で呼ばれたりとか、そういう感じで。そうやね。ただ宮迫さんが覚えてらっしゃるかどうかわかんないですけど、うん、僕かなり初期にアメトーク最初出させていただいたの。初期、もうまだ30分であの形取る前に、法政さん役で僕がよくジャージ着て、うん、出たんですよ。最初の方結構 2,3 回なんかあった気がする。こらーこらーって、こっちの方が堀くんの方が こっちの方がモノマネうまいやんみたいな。あった。その本当に初期アメトーク唯一の僕ら以外のレギュラーが当初月手法政さんがレギュラーだったんです。そうそうそう、また山崎法政さん時代に、まあもう20年以上前ですけど、ちょうどテレビ出始めたかなぐらいのところ。そうかそうか、はい、その時にお世話になってるんだ。すいません、ありがとうございます。もう芸歴今何年ぐらい？これ25年になりまして。25年か、はい、結構経ちましたね。ほんまやな。はい、25年ですね。10年ぐらい後輩やから。はいはいはい。それでも10年後輩でももう25年。25年、結構すごいな。結構経ちましたね。四半世紀経っちゃいました。それは老けるよな。それ老けます。もうまだ50いってないですけど、50手前もうほぼ50なんで。そうか。もともと堀って何、大体モノマネの人って何か、なんかモノマネきっかけやんか、はい、初っ端がキムタクさん。いや、木村さんのモノマネは結構後やんな。芸人になって3年目、2,3 年目ぐらいの時にできたものまねで、はいはいはい、大学3年生ぐらいの時に初めてフジテレビのオーディションを受けたりとかしてたら、はいはいはい、4年生の時に笑っていいともがありまして、うん、いいともや。で、松村さんが当時、ゆうすけさんと松村さんが隔週のレギュラーだったんです。はいはいはい。で、松村さんが98年にモノマネクイズ、僕らの謎の三銃士ってコーナーがありましたやつで、このコーナーがありましてですねっつって、でその時に出川さんのモノマネの募集があって、はい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 、で箱の中に、まあ松村さんでご本人で素人モノマネ名人が入って審査をす、クイズをすると、はい、だからどれが誰が誰かみたいな、はいはい、でその企画の第2回目が僕で、1週目はちなみに浩二富田さんがまだブレイク前の松村ゆきさんのモノマネ出てて、で2週目で出川さんの告知があって、僕大学生だったんですけど、友達が募集してたよと、出川さんのモノマネ、それで行ったら浩二さん、原口さん、俺、すげえ、がオーディションに行ったんですよ。もうそのオーディションでみんな後に売れる人がおるんや。まだブレイク前ですよ、お二人が、はい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 、で僕はお二人とも知ってたんで、でたまたま僕が出させていただく形になって、でそこからまあ毎回呼ばれるんですよ、オーディションに、はいはい、なぜかっていうと、その喋りのモノマネで松村さんのレパートリーの人ってほとんどいないんで、当時二十何年前って、うん、で毎週来るのがコージーさんで、コージーさんが堀くんモノマネ前からプロになんないのって言われて、で当時まだ大学4年生だったんですけど、就職決まってて、もう会社決まってるんでって言ったら、いや働きながらやってる人もいるよって言われて、でキサラ見に行ってて、もうモノマネパブ、はいはい、だからそういう風になってる、あ、じゃあ働いて、じゃあ就職落ち着いたら、会社落ち着いたら、じゃあちょっとやりたいですっていう話をしてたら、
浩二さん原口さんがさんまさんタモリさんの真似でブワーブレイクしてって、で僕もあやりたくなっちゃって、でお笑いライブとかインディーズのライブ試しながら出てたら、うん、あこれいけるかもなと思ってホリプロのオーディション受けて受かって会社1年目で辞めたっていう感じです。そうなんや。あそうそうそう、だからちょっとストロークは少しあるんですけど、だからそうか、はい、ホリとしてパッと世間に出るきっかけは、うん、やっぱキムタク、そういうふうに思ってらっしゃる方が多いんですけど、うん、急にエンタが入ったんですよ。エンタが2003年に始まって、エンタの神様、はい、で最初モノマネの枠があったんですよ当時。はいはいはい、まあ要は大枠に入ることになったんですよ、無名の僕が、はいはい、それなんでかっていうと、もともとクリカンさんが入る予定だったんですそこ。ほう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 、そうなんですよ、はい、でちょっと前にアキラさんが出てて、はい、清水アキラさん、はい、清水アキラさんがこの若い人相手にやってるのを見た時にクリカンさんが一回ちょっと待ってくれと、あちょっとあの客層がもしかしたら自分には合わない、ね、練り直さないとちょっとって言われて、で一回キャンセルがあって、そこに僕はポッて入ったんですよ。枠が完全に空いちゃったんだ。でたまたま僕は違う、まあ、タイタンさんのライブ出てた時を見たプロデューサーが急に入ってくれって言われて、めっちゃいいやんか。それで入ったら結構跳ねて、うん、その時は何もものまね、その時は信じられないですよ、現場で30分ネタやったんですよ僕。え信じられないですよ、2、30分ぐらい、もう3、40個ネタやったんですよ信じられないですよ、テレビでどういうことでしょ。普通はもう5分とかそんなんやん。いやもうとにかくセパレートしてネタを2、30分ぐらいやるんですよ。その中で放送できるやつだけ放送しますよっていう形だ。だから僕ブレイクしたっていう感じは全くなくて、なんかその当時お笑いブームで、はい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 、モノマネの人っていなかったんで、うん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 、それこそモノマネ番組も久々にその若手の枠で優勝したりとか、はいはい、お笑い番組とかのオーディションがあって、まあ、軒並み全部こうネタ番組受かってバーッと出た中で、そのぐらいの時にアメトークも呼んで、すぐそれこそ会社が早かったんですよ僕のこと。それを法政さんやってたから、なるほどなっていう感じだと思います。なんかふわーっとした感じ。そう、20人ぐらいいる中のモノマネ一人だったんで、うんうんうん、宮迫さんの時代もそうですけど、うん、僕らの時代でもモノマネでお笑いライブに出てる人っていなかった。そうね、おらんかったおらんかった。いないんで、僕はまあそれはあえて狙ってお笑いの事務所に入ったんですけど、うん、はあ、はあ、そうですね。だからそういう枠で結局お笑い芸人オファー、モノマネ芸人オファーで、ピン芸人も当時少なかったピン芸人オファーみたいな。なるほどな。スリーウェイで。なんかイメージが分からんけど、そのネタとして成立してるモノマネっていうかさ、はい、もちろん皆さん成立はしてんねんけど、はい、モノマネやん、はい、なんかそのちゃんとしたネタとして起承転結があるモノマネをしてる、はい、なあ、堀君ってってイメージがあった。それなんか言うてた芸人仲間で結構お笑いライブで普通に出てたんで、うん、でその中で多分あんまり見たことない城島さんとかえなり君だ、木村さんだ、テリーさんだっていうのを珍しがってくれ、まあ、4本柱で最初やってたって感じ。そう、あそのイメージ、あそうリーダーがもう、そうですね、まあいろいろやってましたけども、俺リーダー一緒にラジオやってたからレギュラーで、あやってましたね、そういえばね見てる、いや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 激似やん。いや、ありがとうございます。ちょっと顔の形態も、まあ、そうっすね、似てるもんね、ちょっとこうまあそういう感じだと思います、ね、はい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 、もともとガチンコ見てた時のガチンコでなんかダイエット学院みたいのがあって、はいはい、でその時にリーダーがいつも優しい言葉をその女性にかけるんですよ、はいはい、リーダー来て、いや自分ちょっと痩せたなっつってそこがめちゃくちゃいいなと思って、なるほどな、そこを真似してたんですよね、はいはい、だから僕の場合ワンフレーズでこうキラーワードだけバーってやるっていう意味。なるほどな。ちょっと待てよってキムタクどこで言ってたん。これがですね、言ってねえんですよね。言ってるんですけど言ってねえんですよこれ。僕不確かでやってて。あ、そうなんや、はい、なんかドラマの名シーンじゃないねこれ。最初にメディアに出た時必ず僕言うようにしてるんですけど、うん、僕のやってるものまで8割9割嘘です。嘘。そんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていうセリフもないんだよ。僕が作った言葉です。いや、なんとなく言いそうってだけ。はい。あ、木村さん、僕はラブジェネレーション好きで、はい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 、広告会社に勤めたかったんで見てて、うん、で振り回される役が多かっただから、なんかめんどくせえ、おいなんだよ、おいちょ待てよっていうのを
思い出してやったんですよ、なんとなくイメージで。言ったかどうかは確証はなく、で結局後から分かったのが、うん、誰かが YouTube でラブジェネでちょ待てよしを作ってたんですよ。おうおう、めちゃくちゃ言ってたんですよ。あ、やっぱ言ってんねん。いや、めちゃくちゃ言ってました。プライドとか、うんうん、ヒーローとかでもたまに言ってるんですけど、うんうんうん、ラブジェネめちゃくちゃ言ってたんだなっていうのが、あ、だからもう記憶としては間違ってはなかったんだ。そうなんですよ。だから結構こう振り回す女性と共演みたいな、あの役的に。でもさ、その分からんけど、そのちょっと待ってよって普通の言葉やん。はい、あの際立ってなんかキムタクってそうよく言うよねは認識はみんななかったけど、はい、やっぱ実際に言うてたから、はい、どっかみんな刷り込まれてはいたんだ。そうなんですね。そんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていうのも、 なんとなく思春期のえなり君の役だったんですよ、バタオニ。で結局本人に会った時に、うん、そんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていう刷り込みはなかったんですけどねって言ってて、あのドラマはもう一言一句変えたらあかんから、うん、それで結局知り合いの方から綿鬼の台本見たら、なんとかじゃないかっていうのはありました。あ、そうじゃないか、何なんだよとか、そういう感じの。あ、なるほどね。思春期のえなり君をやったからワードがなんとなくそれになっちゃったっていうだけであって、ほとんど僕やってるものまで嘘です。でもね、その今の流れだとなんとなく近しいことは言ってらっしゃるみたいなこと、ね、そうですね。ではそのあのダンカンバカ野郎って、はい、武さん言ってないのね。そうですね。あれ言ってないです。言ってない。松村さんが作った言葉。そう、はい、武さんダンカンバカ野郎とは言ったことがない。だから松村さんが言ってたのが、俺ダンカンバカ野郎って言ったことねえんだけどな松村とか言ってて、絶対いや、ほん嘘なんすよ。せやね、あのいちいちやるのがうまいからちょっとおもろいな。ごめんなさい、ちょっとモノマネ芸人は病気ないですよ。あのいちいちうまいから引っかかってまうなと思う。似てるなと思うから。だから余談ですけど、美空ひばりさんやるときにどうもありがとうって言うじゃないですか、うんうん、あとこんばんは森進一です、うん、これ言ってないです。これは坂井進さんが作ったワードです。そうなんや。はい、坂井進さんってモノマネのその、はい、なんでかフラメンコやってる坂井進さんが作った言葉。怖っ。みんな嘘認識してることが多いと思う。こんばんは森進一ですわ、森進一さん言うた方がいいと思うけどな。そのあの日常の挨拶で。そうそうそう。ですけど、多分その坂井さんに聞いたのは、そのそういう、まあ、夜のお店とかでやるときに自分でそうやって多分言ったのがそのままワードなんで。まあそうか、歌手の方あんまり最初に自己紹介せえへんもんね。なんか結構嘘多いと思いますね。たけしさんのモノマネレパートリー増やしといて、うん、これ本場のやつ、はい、龍が如くでね、はい、広島の大親分役でたけしさん、はい、俺その子分で、はい、俺めちゃめちゃ方言指導で、はい、広島弁もう頑張って、はい、もう5時間完成を何日もやって、はい、やって、はい、いざ完成披露ね、はい、俺を育てた広島大親分で、はい、標準語やってたけしさん、はい、おい、どういうことなんですかって言ったら、喋、うん、れるわけねえよって言われた。これ事実。喋れるわけねえよ。そうそうそう。それもまだまだ言われたから。もうそういう情報で作っちゃうんですよ。はいはい。モノマネ芸人ってやっぱりさっき言った通り、聞いた音とか声を模写したがる。ああ、これできるかなっていう。そう。だから癖の強い人とかすぐテレビ見て反復しちゃいますし。はいはいはい、うん、中川家さんの歌じゃないですけど、うん、ああいうスタッフさんの真似とかもすぐ従う。原口さんとかもやっぱ僕もそうですけど、すぐ従う。はあ。なんか細かい、もう気に、もう気、もう本当にすげえ地味のだと LINE のスタンプの音みたいな、みたいな、こういうのもすぐやりたくなっちゃう。やっちゃうんだ。はい。モノマネ芸人じゃなくても、うん、病気をね。あ、そうですね。この間さんまさんの舞台、はい、楽屋でさ、レイジね、でも楽屋挨拶来るやんか、はい、いろんな方が関係者の方が、はい、まあまあ引きに、まあ、さんまさん以外特に引きに出しに来るわけ、うん、ほんであの地下町の井上が、うん、はい、あいつあのそういうとこ意地悪いから、はい、ずっとそれ見てて、はい、ああ今のでラストですってパーッと終わった後に急に楽屋の外出て行って、はい、コンコンって、失礼します、あ、デイさんご無沙汰してますって入って、そんな感じの人ばっかりやんか。それやりだすね。あの楽屋挨拶に来た人、あ、でも急にやりだすね。はい、ほんでもうそれやりだすと全員がそのスイッチ入るから、え、レジ知ってる人って、知らないです知らないです。
楽屋はもう休むべき場所やのにずっとやるから。ずっとやりますね。そういう人はもう多いかもしれないですね。野沢雅子さんができたら俺 100% 売れると思い込んでたんですよ昔。ドラゴンボールね、田中真由美さんとか悟空とか、ああいうのができたら。でも悟空はどんな練習してもできなかったっすね。むずいか。いやおめえ強えな強えな、なんて名前や。だできないですよねドラゴンボール。他はできても悟空ができない。あの子あのアイデンティティの田島君はめちゃくちゃうまい。だってあの本人やもんな、ほぼ。そうですね、嫉妬しましたね。それこそ松本さんとかもできたらいいなと思って練習したんですけど、やっぱりできなかったですね。だから JP がやっぱ研究し尽くしてたんで。そうやな、できない人、まあ切り取りぐらいまではあっても喋、はいはい、り続ける。だからこれちょっと言いたいのが、うん、JP とか原口さんとかって、まあ、あのエチュードでバーッとあのワイドなショーでこうやったじゃないですか、はいはい、ああいう風にあの要はアドリブでこう喋っていくって、みんなじゃああそこは2人できるからなんとなく堀もできるだろうって勝手に思い込まれてるのが結構辛い。あ、そうなんや。できないです、あそこまで。なんとかついて、例えば今田さんとかでやってくださいとか言われるんですけど、うん、もうついていくの超大変です、もう。はできないです。僕の場合もう全部セパレートでこう、なるほど、キラーワードでビュッフェ形式が好きなんで、長く喋るの実はそんなに得意じゃないんですけど、できると思われちゃってるんですよね。ちょっともうあの二人は憑依型というか憑依してるぐらい。そうなんですよ、もう勝手に喋ってるもんね。そうなんですよね。僕企画型なんですよ。企画考えてそういうこと言わないことを作ったりとか。なるほどなるほど。なんかネタとしてとか企画を作るのが好きで、この人がこんなことやらしたら面白いんじゃないかなとか、はいはいはい、こんなこと言ってそうですよねっていうのを見せるのが好きで。俺あれ好き、えなり君が絶対言わないシリーズ好きやわ。先にシャワー浴びてこいよその後俺が浴びるからもう単純なことやのにおもろいよね。そうっすね、あれなんかめちゃくちゃ受けましたね好きやわ。言葉が一人歩きしてどんどんなんかそういうイメージになってしまったんですけど。いやおもろいな。だいたいえなり君か武田さんにだいたい下ネタがもう本当に、はい、どっかのおじさんが言ったことをただ武田さんに言わしてる時もあったんですよ。どんなんですか俺さ、この年になってこんなにするとは思わなかったんですそれはめちゃめちゃおもろいやん。そうな、まあたまにめちゃめちゃおもろいな、はい。いやだってもう無限やもんね。あのそうっすね、レパートリー、まあ言いそうにない、言いそうになさそうな人に言わすのが一番おもろいけど。真逆って、だからお笑いの人で言わないことやってくださいってたまに言われたことあったんですけど、それだとちょっと難しいんですよ、はい、お笑いの人って何でも言うもんね。だから、うん、やってほしく、お笑いの人にやってほしくないことみたいな感じとか言われたら嫌だなって思うような、はいはい、今でこそあれですけど、まあ、昔出川さんだったら女性に対して物を上から言うとか、はいはいはい、いや俺綺麗だけどちょっと俺はごめんね無理だからとかそれ見たくなかったなみたいなぐらいのネタになっちゃう、ね、いや、 やっぱその著名人、普通の著名人の方がいいよね、はい、面白いな。硬い人を壊す方が比較的面白いかな、うん、本人に見られてるっていう感覚とかを最初は知らないんですよ。1年目とか2年目の時って、うん、例えば続きまして武田鉄矢やりますっていう感じだった、はいはい、でもある時、うん、あれこれ会う可能性、知ってる可能性、見たよっていう可能性があるなと思った時に、うん、素人感覚抜かなきゃいけないと思って3をつけるようにしました。あーなるほど。その、はい、あの要はものするものの方、武田鉄矢さんっていうふうに言う、俺の方が小物なんだから。はあ。だから僕は3つけるようにして、自分のところの後輩にも絶対3つけた方がいいよっていう、はいはいはい、で本当に昔の話で謝りますけど、はいはいはい、僕1年目の時に、はい、その無人カメラの前でモノマネをこうやる、まあ、ことがあって、はい、それで優勝したんですけど、はいはい、その時に宮迫さんのマネやったんですよ僕1年、でその時も、うん、雨上がり消したい宮迫つってごめんなさい、いやいやいや、でもその時に、あんまりされたことないね、モノマネやってましたね。その時はまだこう宮迫さんがまだこう
なドロップキックやってるみたいな感じの頃だったね。何をしてんだよお前はみたいな、そっちの方だった。ああはい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 。まあちょっとアメトークの時とかで無茶振りされた時の宮迫さんって多分もう無茶振り分かってて嫌なの分かってるけど、ちょっとやっぱりリアクション取るみたいなイメージがあって、ほう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 、ふなっしーやってくださいって言われた時あったんですよ。ほうほうほう。で多分まあスタッフさんは言ってないと思うんですけど、うん、じゃあ宮迫さんじゃあフラッシュやってくださいってなって、うん、後ろのあの方にこう行って、はいはい、袖見たらあるわけですよ、うん、用意されている用意されているこの宮迫さんよく見る、はいはいはい、用意されているこれの無茶振りされた時の分かって飲み込んだ宮迫さんっていうなんかイメージが、あー分かる分かる、さんまさんのほんまやんのパターンねそうそうもうそんなもんなあるわけないあるやんいやいや目ゴって決めてこうやって言うっていうイメージが、うん、確かにあるなあるかなっていう、おもろいな。でもほんま、はい、でもレパートリーめちゃくちゃあるわけやん、はい、さっきも言ってたけどもちろんご本人にお会いすることが出てきたわけでしょ、はい、例えばキムタクさんとかはどうだったの、はい、木村さんは、うん、モノマネ始めてから17、8年かかったんですよね、会うまで。あ、そんなにかかったんだ。かかりました、うん、で、辿っていくと、うん、まずその数年前から、あれ、スタンプ出たぞ、はいはいはい、木村さんの、うん、で、ちょ待てよとか、うん、っていうか尊敬するっていうかいいじゃんっていうスタンプが入ってたんですけど、えそれはもう公式のキムタクさん側の、はいはい、今ちょっと終わってるんですけどそれがあって、うんうん、これが入ってるってことはちょっと近づいたな、まあ一応認めてはくれているんだってことで、ね、で、ま、本人というより周りだと思うんですよ、うんうん、でその次の年に、脱力タイムズで、うん、僕と福田彩乃がマスカレードホテルのロケに行くみたいなのを、はいはいはい、木村さんが、はい、スタジオで見て、あ、俺行ってます。なるほどなるほど。っていうボケ。はいはい、でその次の年が、うん、ドレミファドンです。あ、もうそこで。はい。山本貴弘くんの渡部篤郎さんと堀の木村さんでこういうネタをやります。でご本人2人ともいらっしゃるんで。ほんほん。山本貴弘くんが渡部さんの真似で何やってんの本人、こっちも赤いよ赤いよっつってやるんですよ。何やってんの。木村君は来いよ来いよっつって、で俺がおいちょ待てよで入ってくるんですよ。あのスタジオのざわつき感といったらあもうその受けるというよりも大丈夫なの大丈夫みたいな、はあ、でまあやってどうもありがとうございましたっつって、うん、すんませんってなって、うん、でヒデさんが、うん、僕自分でやっぱ言えないうまく言えなくて、ヒデさんがあの木村さんあのずっと18年間やってたんですけどモノマネやってよろしいでしょうかっつって、大丈夫っしょそめっちゃ正式な公認、はい、で、うん、終わって、うん、一応僕出てくる時に、まあ、前室でやっぱ一応出てくる時に待ってたんですけど、うん、で普通大御所の方っていうか先輩方もそうですけど、出てきたら歩いてて、あ、お疲れした、うん、ありがとうねぐらいの感じの、まあ大体そうよね、歩きながらじゃないですか、うん、木村拓哉さんすごいなと思ったのが、ちょっと立っていいですか、うん、なんかこう歩いてて、うん、こうやって歩いてきて、で俺見つけて、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、一回止まるっていう、かっこいいね、かっこいいって。でも言わへんかった、はい、そしたらさっと背中越しにちょっと待てよ、言えないっす言えないっす、そこ行ってたら LINE 交換まで、いやー怖いな怖いっすね。そこまではちょっとできない。さすがにな。さすがに初対面でそれできなかったっすね。で伝説残るけどな。そうですね。でも何回かお会いする機会があって、うん、木村さんのギャオの番組出たことある、うんうん、でそれは木村拓哉モノマネ選手権みたいな感じで。ほう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 。でなぜか僕が木村さんと審査をするっていう。もうだからもう公認やし。はい。もうレジェンドがもう審査側に回ってたんだ。でその時に聞いたのは、うん、まあ、木村さんモノマネされてどうなんですかってディレクターさんが、まあ、こうオンエア上で聞いたのは、いやこういう感じで、まあ、モノマネしていただけるのはすごくありがたいなと思ってますみたいな、うん、結構褒めのスタンスで言っていただいたんで、
まあ大丈夫かなっていうふうには思ってますけど、うん、でもやりづらくなっちゃうんですよね、会うと。僕はいないもんだと思ってやってきたんですよ、どちらかというと木村さんは。あ、もう空想上の人物だと、人物だと思わないとちょっとこうお笑い的には走れないなと思ってて、なんか分からないけど初恋の人に会わない方がいいみたいなみたいな感じなところ、だからそこはすごい複雑なんですよね、うん、会っちゃうとやっぱり暴走できない自分が いるとか。まあでも気をつけてはいたんですけど、武田さんもめちゃくちゃ共演あるんですけど、大体怒りの構造を作ってくれるっていうか、はいはいはい、だからデラックス出た時に武田さん本人とコロッケさんと僕と浩二さんで送る言葉を歌う感じで、うんはい、で浜田さんが武田さんどうですかと、このモノマネされてただただ怒りですねそれはノリでやってくれよな、言ってくれたりとか助かるもんな。あと岡山のお祭り、うん、僕が先で海援隊さんっていうちょっと変わった、ほうほうほう、頑張ってますからね、応援しちゃってください。俺のモノマネ似てましたか？俺は似てないと思うどうやな、どんどんでそりゃそうやん、こういう風に、なんかそういう風にしてくれる、まあいい意味で愛情でやってくれてるっていうイメージはあります、うん、真似されるのはどうなんですか？いや、その あんまり真似されることなかったけど、うん、こそばゆい、こそばゆいと思います。多分。せやね。あの、わからん。すごくクオリティが高くて、すごく成立してる。はい、で、はい、俺のモノマネってあんましにくいみたいで、うん、あんましてる人いないやんか。まあ何人かいますけど。そう。はい。うん、だからもう大体なんとかアホとかなんか、うん、そっちです、ね、そのもうほんま切り抜きだけやから、はい、なんかリアクションしづらかったりはする。はいはい、さっきみたいに、あ、そんなとこ切り抜いてくれたんや。あ、あの嬉しいし面白いんだけど。はい、っていうのはあるな。古賀さんがめちゃめちゃアメトークの時のあのホトガラさんがやってるの、あれはご覧になりました？あの写真撮りましたあ、これだ、あ、そうだ、あ、言ってましたね似てます似てます、あ、とにかくビジュアルが似てますやっぱこう、こう頭を揺らすイメージだった、確かに。あ、確かに、あ、なんかで、それこそ昔宮迫さんと、じゃあホトガラさんもできた方がいいなと思って、うん、切り抜きですよこれも、うんうん、アメトークでこんなシーンあるなみたいな、ほうほう、まあええ加減にせよ、何何なっていうイメージが、ああ何な何な、ありますあります。じゃあ蛍原さんはアメトークの中で2回しかボケたらダメなんですよそうなんですか？それはあの梶君に決められてる2回までって決められてるから、はい、2回以上ボケた時にお前がせよバーンってやったら何なっつってこうやってなってるのは何回かなんかイメージで やったことあります。あります、確かに、いや、もう永遠に聞いてられるから、ありがとうございます楽しいわ。もうちょっともう言うても結構な時間しゃべっちゃいました。あの、じゃあ最後し指名 誰かで指名で、誰にしましょうかね。あ、最近ちょっと僕いろいろやってはいるんですけど、伊集院さん結構好きで、なかなかや他にやる子がいるんで、はい、なかなかやる機会がないんで、ちょっと伊集院さんでちょっと動画締めていただけたと思います。お願いします。俺やっぱり宮迫チャンネルって俺すごく面白いと思ってたんですよ。だからこうやって呼ばれるのってすごい嬉しいじゃん俺やっぱり宮迫君ってやっぱ必要な人物だと思うから早く地上波に戻ってきてほしいって俺は本当に思うよね。ちょっとなんか本人に言われたみたいなすごい嬉しいわいや本当本当に楽しかったです。機会あったらぜひまたまたぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、ということで以上でございます。堀君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここでお知らせでございます。12月7日5時半、夕方5時半からですね、麻布バルーンさんという場所でですね、オフ会、サコル会を、開催したいと思います。皆さん、あの本当にね、あのなかなかサコル会、そのオフ会でしか聞けない話とかノリがありますので、非常に毎度毎度あの楽しい会になっておりますので、ぜひご興味のある方は、一緒に楽しみましょう。遊びに来てください。待っております。一応ねゲストも来ます。ゲストって言うてええんかな、まあいろいろ面白い話聞けますので、ぜひ待ってます。お待ちします。負けそうな時も